長い間日本代表のゴールマウスを守り続け、スーパーセーブと果敢な飛び出しでピッチの広範囲をカバーし、幾度となくチームを救い、 PK ストップでは異次元の強さを発揮し、楢崎選手とは日本ナンバーワンゴールキーパーの座を争い続けていた一方、ピッチ外では天然ボケとしての実力を発揮し、チームバスから降りるときになぜか運転手さんにごちそうさまと言って降りていったなど数多くの逸話を持っている川口義勝選手。川口選手は全国高校選手権大会で優勝した後、高卒で横浜マリノスへと加入。2年目にはゴールキーパーながらスタメンを勝ち取り新人王を受賞。1995年のアトランタオリンピックではグループリーグでロベカル、リバウド、ジュニーノ、ロナウドなどが在籍したブラジル相手に勝利を飾ったマイアミの奇跡にスーパーセーブを連発して貢献。1998年の初出場となったフランスワールドカップではメンバー入りを果たし、順風満帆なキャリアを駆け上がっていきます。そんな状況の中、川口選手は翌年に日韓ワールドカップを控えていた2001年、イングランド2部に所属していたポーツマスへの移籍を発表します。あの時はキャリアが順調で勢いしかなかったですね